Welcome to my channel. It's AI. 皆さんこんにちは。お元気ですか？私はですね、ちょっと一言言わせてください。ライブに行きたい。そういう気持ちを抑えるべくね、いつもライブ映像を見たりとか、なんか歩きながら音楽聴いたりとかしているんですけど、最近の私はですね、今10ベビーメタル期間じゃないですか。ということで結構前の昔の曲を久しぶりに聴いたりとかすることが増えていて、最近の曲よりもちょっと回帰してるんですけど、原点回帰の一環として今日はいじめダメ絶対、メジャーデビューシングルのいじめダメ絶対の MV を見て、この当時はこんな感じだったんだなみたいなね、ちょっと思いを馳せる時間にしたいと思います。はい、お付き合いいただければ嬉しいです。で、もしこれ見てくださっている方の中に最近ベビーメタルに興味が出たっていう人もいるかもしれないんですけど、そういう方はですね、やっぱりね、ベビーメタルの魅力が一番伝わるのってライブなんですよ。だからぜひライブ映像を見てほしいと思ってます。で、まあ、映像だったらね、見れるじゃないですか。 DVD とかを、すぐに買うっていうのはちょっと抵抗があるなっていう方もいると思うんですけれども、例えばこのいじめダメ絶対だったら、公式が出しているYouTube の動画で2014年のイギリスのソニースフィアのライブ映像なんかがすごくおすすめだったりするので、それは公式のなんで、概要欄に貼っておこうと思うんですけれども、まあそういうものとかね、いろいろ見て、もしそこで興味が出たらね、ぜひライブとか実際に足を運んだり DVD を買ったりして欲しいなって思うんですけど、今日は私はちょっとライブ映像をここで使っちゃうと、YouTube にバンされちゃうんですよ。もう違法ダメ絶対って言われてバンされちゃうんで、それはできないんですけど、ただいじめダメ絶対の、ミュージックビデオを、ちょっとここでご紹介するのは大丈夫そうだったので、ちょっとそれを今日やっていこうと思います。はい、じゃあ見ていきたいと思います。まあ今日はリアクション動画ではなくて、で一応ここでこう流しながら見ながら喋るんですけど、基本常にどこが好きとか好きなポイントとかをずっと喋ってると思うので、多分うるさいと思うんですけど、MV がゆっくり見たい方は MV の方を後でゆっくり見てもらえればと思います。はい、じゃあちょっと聞いていきたいと思います。はい。シンプルにすごいこれいい歌ですよね。まずいじめダメ絶対っていうそのテーマがすごくいいし、歌詞もいいし曲もいいんですけど、でその歌詞が伝えたい、曲が伝えたいことは本当にそのいじめダメ絶対ってことなんですけど、この PV のコンセプトとしては、メタルが迫害を受けてる設定の、これは異空間っていう設定らしいんですけど、でそこでちょっとこう意気消沈して自信をなくしてしまってるメタラさんたちのために、3人がパフォーマンスで立ち向かって、でメタルの魂を取り戻すという、そういう設定みたいですね。このライブでおなじみの走るダッシュするところはこの MV でもダッシュしていて、バンドは骨バンド、まだね、この当時は紙バンドじゃなくて骨骨さんたちなんですけど、かっこいい。いや、子供ですよね、この時まだ可愛い。みんなめちゃくちゃ子供、スーちゃんですらこんな子供だったんだなっていう。だってまだ15歳と13歳とかだったと思うんですけど、まあ、めちゃくちゃこんな歌うまいですけどね、スーちゃん。すでにこんなにうまいですけど、子供ですよね。まだスーちゃんとか、左右の靴間違えて履いたりとか、ゆいもわとかはお母さんと一緒に寝てたとか、そういうことを言ってた時代だと思うんで。で、この、合いの手がすごくこの曲のいいところで、なんか、壮大なテーマとこの力強いボーカルにいいアクセントで、このね
可愛い声の愛の手が入るところがいいんですよ。このここでちょっとこう目を合わせるところとかが好きですね。ダンスもかっこいいし。で、衣装もね、私すごい好きで、赤と黒っていうのはもうベビーメタルのコンセプトカラーなんで、他の衣装とかも前は赤と黒だったんですけど、このなんかちょっと鎧みたいな、鎧兜を着てるような衣装になってるみたいで、このイメージとしては中世のジャンヌダルクとかのこうをなんかイメージした衣装みたいですね。はい、だから力強い、なんか革命を起こすみたいな感じもあって、すごくかっこいい衣装だと思います。特にスーちゃんのが好きだな。ここライブでやるのもすごい楽しいんですよね。このサビの部分飛ぶの、一緒に飛ぶのが、かわいそうな。そう、このおじさんがこの方が今 YouTube でカイ先輩って名前で、英語系 YouTuber です、この人。はい、私たまに見ます、その人のチャンネルで。このエアギターが見どころだと思うんですけど、この MV のこれ、もちろん本当には弾いてないんですけど、めちゃくちゃかっこよくないですか。うまくないですか、これ当てぶりだとしても、この演技が。で、もあちゃんはちょっともう弾き方少し分かってる、なんかギター自体は結構前からやってて、弾き方ちょっと分かってたって言ってましたね。で、ゆいちゃんは全く初心者だったはずです。かっこいい。で、ここら辺からこう火花が上がってきて、クライマックスに向けて、この演出をね、おお、スタンドアップメタル、めっちゃかっこいい。ほら、ダメ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 のところは、もう本当に、思いっきりやってほしいって、モアちゃんが前言ってました。で、ジャンプも思いっきり飛んでほしいって言ってました。ちなみに、ギター弾いてた感想の部分はライブだと2人のバトルシーンになるんですよ。まあ、この当時だとユイモアの2人がバトルするっていう、すごい見どころで、ライブでそこの部分大好きなんで、ぜひそこも注目です。おー、きたー、最後はカイ先輩で終わる。はい、ということで、PV を見てきましたけど、いじめだめ絶対、やっぱり改めてすごいいい曲ですよね。なんかもちろんパフォーマンスがかっこよかったり、ダンスがかっこよかったりっていうのがあるんですけど、まあ曲自体がすごく私はやっぱりいい曲だなって改めて最近思っていて、私歌詞もねこれ好きなんですけど、特に私が好きな歌詞が2番のところとね、傷つけたのは他の誰かだけじゃなく、気づかないふりしてた仲間ってとこなんですけど、なんかここはこれいじめダメ絶対って曲で、その何、小学生とか中学生とかがするいじめももちろんダメ絶対ですし、なんかそういういじめとはまた違ったところで、大人たちが人を傷つけたりとか、まあ、会社の中でこう誰かをいじめ
ってなんかもっと見えないいじめみたいなことをしたりもするじゃないですか。でそういうのに気づいてもやっぱり大人になればなるほど何もできなかったりするんですよね。でそういうところがやっぱりねダメだなって思うし、なんか自分がもしそういう場面に出くわしたらね、あのダメ絶対ってちゃんと言って、うん、いうことで変わらなくても言っていけるような大人にこれからもなっていきたいなと思います。本当に、はい。だからそうですね、この歌はすごい多分ねベビーメタルにとっても大事な曲であり続けると思うんですけど、で、まあ、紅白でもこの曲は披露されたので、まあね、知名度が高い曲ではあると思うんですけど、まあ、この曲が好きだなって思った方だったり、最近ベビーメタルに興味を持ち始めたりとか、これから映像いっぱい見てみようかな、もしくはライブに行ってみようかなっていう方とかには、そうですね、個人的なおすすめとしては、あの2014年に武道館でレッドナイト&ブラックナイトっていうライブを行っているんですけど、そこでこの曲も歌われているし、そのライブ自体ねすごく伝説的なライブにもなっていて、で今武道館で10周年のライブをまさにやってるところなんですよ、10公演をね。だから、まあ、そのライブの、DVD でライブの映像を見てから今やってる方の武道館のライブを見るっていう、そのコースあの歴史をこう終える感じもあって面白いと思います。はい、ということでですね、まあ、今私の住んでる東京でも、緊急事態宣言がまた延長されたりなどしていますし、あんまり状況が変わらないんですけれども、皆さんのところでも大変な状況かもしれないんですけれど、まあ、引き続きステイホーム、ステイセーフ、ステイメタルで、はい、乗り切っていければと思いますね。乗り切っていきましょう。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。いじめダメ絶対。ではまたねー。 See you.